マルコドナデルは、イタリアコネリアーヌ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。AC ミランユース出身。アンダー世代レベルでは、イタリア代表に何度も招集され、U-21 代表では首相を務めた。10代の頃は、レジスタとしての成長が期待されていたが、パス程度よりも、運動量と、 積極的な守備意識に対する評価が高く、20代になってからは徐々に守備的なミッドフィールダーとして周囲に認知されるようになった。中盤であれば純粋なウィング以外のどのポジションもこなし、前述の守備的なポジション以外にも、前目のセンターハーフとしてプレーするときには、積極的な飛び出しや強烈で正確にコントロールされたミドルシュートを放つ。 2005年冬に悪クフ,フィオレンティーナにレンタル移籍し、同年夏にパルマ時代の恩師チェーザレ・プランデッリ監督が就任すると、クラブが最初に行った補強がドナデルの完全保有権の獲得であった。これにより、ドナデルはようやく自身の置き場を見つけたと語った。2010年2月からはフィオレンティーナで副キャプテンを務めていた。2011年5月末に、 フィオレンティーナとの契約が切れ、同年6月23日に移籍金フリーで SSC ナポリに移籍、4年契約を結んだ。ナポリでは3シーズンを過ごしたが、セリー a では4試合の出場に終わった。2014年12月1日、モントリオールインパクトに加入。2015年7月12日のコロンバスクルー戦で MLS 初得点を記録した。ありがとうございます。